50-60、こちらを達成したのが熊本市の暑さです。最高気温の猛暑日が50日、熱帯夜が60日記録しました。熊本市の最高気温は 37.1 度で、今日35度以上の猛暑日が年間で50日に到達。最低気温が25度以上の熱帯夜は60日を超え、50-60を記録しました。猛暑日が50日、熱帯夜60日という熊本市の記録をちょっと熊本市夜もやばい、寝れないです。実はこの記録、全国でも稀なんです。そうですか。民間の気象会社ウェザーニューズによりますと、今年猛暑日が50日以上となったのはこちらの全国の11地点です、はい、西日本が中心で、県内では熊本市と甲佐町が含まれています。さらに熱帯夜も50日を超えた50-50に絞ってみますと、京都市と福岡の太宰府市、そして熊本市の3地点のみなんですね。朝から晩まで暑いんです。この暑さで人気なのがこのかき氷です。夏の風物詩ですが、9月に入ってからも人気は衰えません。この時期にかき氷を召し上がることってこれまでありました？そう、なかなかないですね。9月に入ってからというのは、はい、もう今年がね、暑いから、初めて家族で来ました。いや、経験がない暑さですね、やっぱりですね、はい、もうできるだけ早めに落ち着いてほしいですね。今日の最高気温は甲佐町が 38.1 度と全国2位、八代市が 37.5 度と全国8位の暑さでした。一体いつになったら秋を感じられるんでしょうか。